こんにちは、ひらわたフットボールクラブでございます。さあ、J リーグが、始まることが決まりまして、 J1、J2 再開、そして J3 の開幕決定しましたということで、今回はそのあたりの日程を、見ていこうということで、ゲストの方、リモートでつないでおります。つい最近まで、集中メガネと一緒にコラボしておりましたけども、そのメンバーのお一人でもございます水沼崇さんです。お願いします。お願いします。あの、元日本代表とかというより週休メガネーズの水沼さんと紹介しましたけど、はい、もう独立しましたよ独立したかっていうのはどういうことですか。もう週休メガネーズではなく、あ、もう独立しました。週休メガネーズに出るときは、じゃあそこにゲストみたいな形で出てるみたいな感じ今日は週休メガネーズではないので、メガネは赤じゃないんですね。あ、そうか、その時によって変えてるわけですね。あ、一応小さくこだわりがありますね。あの、今日はいろいろお話を伺っていくんですけども、その前にですね、ひらわたフットボールクラブのシャツができました。お、すげえかっこいい。それユニフォームなの？ T シャツっていうよりもどちらかというとゲームシャツっぽい感じの、生地的にも。え、バックプリントはないの？今のところはあのバックプリントはないんですけど、一応今のところサンプルとして上がってきてるのが6種類。いいですね。なんかかっこいいね、そのロゴのマークとか。ちょっとこうベティスっぽい感じですかね。さあ、そんなことよりも高橋さん、ようやく開幕というか J リーグがスタートすることが決まりました。よかったですね。たくさんの方の本当に尽力のおかげでね、サッカーが戻ってくるということは本当に嬉しいですね。まあ、中止の判断は日本がすごく早くて、大会ももっと早いかなと実は思ってたのね。だけどもヨーロッパが先に再開するっていうふうにはちょっと思ってなかったけども、まあ、ただ万全の万全を期して日本もようやく再開できることになり、まあ、やっぱり選手たちが安心安全でね、やっぱりプレーできること、あとはそれに関わってるスタッフとか、また運営に携わってる方たちとか、もちろんサポーターの皆さんとか、そういう方々が、まあ、納得するような形で再開しないといけないし、まあ、サポーターの皆さんが最初には試合が見られない、無観客でスタートするのは当然、まあ、悲しいことではあるかもしれないけども、徐々にフェーズが変わっていって、まあ、見れる日も当然来るだろうし、誰も経験したことのないことなので、もうみんなで乗り越えるしかないですよね。いや、でも本当それはそうだと思う。それこそプロがスタートしなかったらアマチュアもスタートしないので、それこそ僕は高校とかも携わってるけども、インターハイとも全部なくなるし、普通の行われたリーグ戦、あとは練習試合、他県との練習試合、いろんなことがもう制限されちゃってて、まあ、練習がサッカーだけではないけど、これはやっぱり本当にアマチュアスポーツも止まってしまったのでね、まあ、いろんなところにやっぱり悲しい思いをしている人は多いかなと思いますけどね。さあ、そんなことで、まず今日は7月4日に、J1 はスタートするということで、組み合わせこんな感じになっております。第2節ということになりますが、まずはまあ移動をできるだけ最小限にということで、近めのチームでやりましょうかというようなところもあるみたいですけど。そうですね、本当に移動のリスクが一番かかるし、やっぱりそういうところは極力避けて、本当に近いところからスタートする。でも、まあ、コンサドールの場合は飛行機の移動がすごく多くなってしまうので、最初の4節でしたかね、3節か4節はもう関東の方でずっと試合をして、でそれから戻るみたいなスケジューリングになってるし、あとはチーム全体がもうこっちへ来て関東の方でずっとキャンプをしながら、まあ、開幕を迎えるっていうふうにも聞いてるし、まあ、いろんなやっぱり配慮とかチームによってはいろんな考え方を持ってやってるかなっていう気はしますけどね。その意味もあって、まあ、例えば上から3つ目のガンバとセレッソみたいなダービーからスタートみたいなことになりましたけどね。いきなりね無観客のダービーだからね、しかも言うたら一番お客さんの入るかなとでもあるのでね、運営サイドとしては、いやそれ儲かるんですけどみたいなねそれはあるですよ。でも人も来るんですけどみたいなところも。そうなんですよね。この試合で出場すれば遠藤選手が J1 出場試合数トップになるという、いやー、楢崎を抜くみたいな、これもね、僕すごいですね。これね、もちろん
すごいことですけど、でダービーやしふさわしいんですけど、これもね、いっぱいのお客さんのところで達成できたらいいなっていう思いも僕ちょっとあったりするんですよ。まあそうですね、たくさんの人の中でやっぱ記録を作ってみんなにこうお祝いされて、さすが遠藤みたいな感じ。でもなんかそういうのさ、こう人からこうわーってなるのあんまり好きそうじゃないじゃない、やっとって。なんか意外と淡々とあ、更新しましたありがとうございますみたいな感じな気もするんですよね。だから、まあ、そういう観点からすると、まあ、ダービーっていう舞台は OK、 でも人がいない、残念ながら無観客の試合の中で達成っていう、なんかある意味ずっとなんか一生は記憶に残るみたいな、なんかそんなこともちょっと感じちゃうから。あの今の今はすごく残念ですけど、あの後から振り返ると本当にずっと記憶に残ってそうですもんね。あ、多分記録と記憶本当に2つ残るってなかなかないとは思うけど、うん、そういうことになりそうかもしれないよね。だって大目標がねあるんだもんね、息子と一緒にピッチに立ちたいっていうね。まああの高橋さんも親子 J リーガーといえば親子 J リーガーですけども、もちろん同じピッチには立ってないわけじゃないですか。立ってない、はい、コーチと選手では立ったけどね。これでも同じピッチ内でもし仮に親子がプレーしたらやばいっすよ。やばいっすねこれはやばいっすね。遠藤選手にとってはかなりそれがモチベーションだそうですね。やっぱりそこは本当自分を奮い立たせるっていうことに関して言うと大きなものがあるんじゃないかな。まあ、分からないもんね本当にその気持ちはね。ちょっとこのガンバとセレッソってどうですか、なんかゲーム的にも楽しみじゃないですか。まあ、セレッソに関してもやっぱりダービーやっぱりそういうところのね思いも強いし、またロティーナがどういうサッカーでガンバを封じ込めるのかとかね、楽しみは多いかな。まずこの1試合に向けて結構作戦も練れるじゃないですか。いや庄司とかだって多分もういけるっしょ。だからこの中断中っていうのは、まあ、僕らは早く見たかったですけど、その分怪我をしてた選手がコンディションを戻す期間にもなりましたもんね。その期間すごく難しくて、再開が決まってこうようやくトレーニングの強度も上がってって、逆に怪我をした人もいるじゃない。だそこがねやっぱりすごく、まあ、コンディション作りっていう部分では治った人もいるんだけど、その期間ねそういう時間に当てられて、逆にその前のコンディションがちょっと落ちてってこう上げていく段階で怪我をしてしまうっていう選手もいて、まあこれは一概にどっちが良かったとは言えないかもしれない、ね。まあ、あとは今シーズンは本当にこの後すごくこうコンディションも詰まっていきますんで、まあ、仮にこの7月4日万全でなくとも、このシーズンを見越して調子を上げていけばいいみたいなところもありますよね。まあ、水道水道みたいなのが続いて、で一周また空くとか、まあ、タイミングよく、まあ、休みを入れたりだとか、まあ、そういうパターンができてくれば良いのかなとは思うし、まあ、あとはそれこそ選手も、まあ、どれだけね同じようなコンディションとか、あとは例えば感染の問題だからそういうところにかからないでずっとシーズンを通していけるかとか、まあ、PCR 検査を2週間に1回やるっていうことが決まってるので、最低限の人数が14人だっけな、登録できれば試合はやりますよっていうふうにはなってるので、まあ、その辺のコンディション、まあ、あとは選手層、それこそ今まで体験したことがない経験したことがないシーズンになるのは間違いないですね。高橋さん他にはなんかこうこれおもろしろそうとかいかがですか。まあ、レッツマリノスなんかもそうじゃないですか。いいカードですよ。マリノスは開幕敗れてるわけだし、まあ、レッツに関してはサイスターが無観客になり、で横断幕をなんで出しちゃいかんのだみたいなところもあり、そういうところからしてもやっぱサポーターっていうことからしてもどんなゲームになるんだろうっていう、そういう興味はあるかな。去年の まずはチャンピオンチームですからね、 F マリノスはやっぱり開幕を落としたっていうこともあって、やっぱり2戦目は相当気にしてくるんじゃないかなとは思いますけど、レッズもそうですし F マリノスもそうですけど、結構選手のいるクラブっていうのはこのゲームでどんな選手が出てくるのかなというのもすごく楽しみなんですけど。あ、でもそれはそうだね、レッズなんか特にわからないかもしれないよね。この前もね、練習試合町田とやってましたけど、30分4本でいろんな選手がね、本当わからないと思うね、そこは。そうですね、うん、
本当にわからないですし、武藤とかも怪我をしてたけども本数からすると後ろの方で出たみたいだけど結果も出してきてるっていうふうにも聞いてるし、まあ、そういうことからするとチームがこの期間でねいろいろこう変わってる可能性はやっぱりあると思うんで、武藤選手もいいボレーを決めてましたし楽しみですけど、レイソルはあのね第1節開幕戦ではいい勝ち方をして、で FC 東京も本当今シーズンは優勝を狙うシーズンだと思うんで、ここはやっぱり前の選手たちの迫力が全然、まあ、FC 東京なんかも違うし、まあ、レイソルもね札幌で4点取ってうわおるんがみたいなところもあるしまあどうやって抑えるっていうところと、あと FC 東京の前外国人3人、まあ、あの外国人は相当すごいと思いますよ、うん、アダイウトン、ディエゴ、レアンドロ、レアンドロ、もう訳のわからないことを普通にワンツーワンツーとか3人で3人目絡みながら、開幕戦でもあったじゃない、あのエスパルス戦ね、うん、アダイウトン選手が後からね途中出場で入ってきてから急にこうね活性し始めましたもんね。そうだからそれはやっぱりそこにプラス永井が怪我してたけども、まあ、肩が治ってきたらいるでしょ、どうなるっていうところが、でタガーとかもいるわけですよ、もう早すぎるやつらばかりがいるわけですよ前だからあの FC 東京でやっぱここ数年ちょっとこう守備のイメージがすごく強かったですけど、今シーズンは結構その攻撃的なところも楽しみな部分増えましたね。いやケンタ東京やばいかもしれないですよ、まあ、今のねフォワードのね FC 東京の言ったら多分ローテはできるぐらいで前に人数はいるし、まあ、日程が過密だけどもうまく回せてくるんじゃないの、中断中はかなり計算してトレーニングされてるんじゃないですか、だと思います。あと、まあ、ちょっと話がちょっとずれちゃうかもしれないけど、アンダー23が今年やらないでしょ、だから選手層としてもそれなりに揃うんじゃないかなとは思いますけどね。逆にだから若い選手がトップでゲームに出れる可能性もちょっと高まった、過密になってきて怪我人が出たりとかした時にやっぱりそうっていう部分では結構いるのかなって気はしますけどね。でそのまたレイソルのその一つ下のこのゲームもこれ面白いですよこれはもう何普通に考えて実力があるチーム同士みたいないつも面白いゲームっていうかね結構エキサイティングなゲームになることが多いですもんね。ここはちょっと、まあ、フロンターレの最初の試合でトスと引き分けでしたっけ、うん、ですよね、うん、点がなかなか入らずにというところからスタートしているのでここも分からないですね。鹿島も広島に 0-3 かな、ね、やられててやっぱそういうところを考えると2節だけどもここ最初のスタート風っていうふうに考えればいいスタートを切らないと。選手層っていう意味では川崎も本当にちょっとやばいと思うんですよね。まあ前目はやばいですね、三笘とか旗手とかいるしね、で、まあ、4-3-3 やろうとしてるし中盤のところ、まあ、フォワードのところ誰出るっていうところはあるんじゃないの。だからもちろんあの第1節ありましたけど第2節この再開明けの時ってスタメンもしかしたら結構変わってる可能性もありますね。あ、それはある、それはあると思うね。でもフロンターレはなんかあのこれまでの、まあ、もちろんポゼッションスタイルもありますけどもうちょっとこうゴールにダイレクトに向かおうとしてるのかなっていう感じもちょっとこう試合見てると受けたんですけど、まあ、プラススピードみたいなところもあるし、うん、あと仕掛けられる選手が、まあ、それこそさっき言った旗手三笘とかも入ってきてるっていうこともあっている、うん、ためを作らなくても自分でいけちゃうとかなんかぬるぬるっていくとか、うん、ゴール前にあここにいるんだみたいな選手じゃない旗手とかも、うんまあ、三笘なんかもやっぱりそういうとこからも楽しみではあるかなと、まあ、その刺激があるのかどうか分かりませんけど長谷川選手もかなりこうまたガンガンいってますからね。いやもちろん長谷川もそうだしマラブもそうだしやっぱりそういう、まあ、お尻に火がつくじゃないけどねそういう選手たちがこう燃えてくると面白いですよね。でそこになんかスッと構えてる家永がいるとか、ああそこをこううまく家永選手がそこでグッとこうね噛み合うような感じのチームになったら最高に面白いですけどね。で中盤のところだって大島いて、森田いて、田中碧とか脇坂とかその辺がいて、鬼木は悩むだろうな。まあでもそういう意味では試合数がこう過密になった分、なんかいろいろ
使うんでしょうね。まあ、ローテという言い方が正しいかどうかわからないけど、やっぱりその選手疲れやすいタイプとか連戦が効く選手とか、多分その選手によっていろいろあると思うんだけど、そういう選手をうまく見極めてうまく使っていく、まあ、あとは選手交代が5人できるので、一気に2枚替え3枚替えとヨーロッパ見てたら当たり前にあるし、だから思い切ったやり方をできると思うんですよね。あと高さん、今シーズンの鹿島なんですけど、監督も、新しくなりまして、まあ、外国籍選手も、まあ、新しい選手も入りまして、まだちょっとこうこの方向だなという感じはそれほどはっきりと見えてきてない部分はあるんですけど、今シーズンいかがでしょうか。まあ、開幕を見る限りは本当にうまくスタートは切れなかったかなという感じはしますよね。でもやっぱりこういう期間に、まあ、いろんな報道とかで出てくるのを目にすると、ウッチーがなんかリーダーシップを発揮して、自分も怪我をしないことだっていうふうにも話をしてるけども、やっぱり鹿島はこれじゃいかないみたいな、やっぱりそういうところを、ね、中心になってやってるような気がするし、アントラスだなっていうところには持ってくるんじゃないのかな。絶対そうなると思いますけどね。ねえ、高橋さん、今シーズンその J1 という意味では全体的にはこうどういう流れになっていくのかなっていう感じ、どんな感じにお考えですか。展開的には全く読めなくて、まあ、1試合1試合本当にこなしていって、でそれで無観客が解除になって、今度はまあ少ないけども、まあ、3000人、4000人、5000人ぐらいのとこからスタートしていって、いつ日常になるかもわからないじゃん。やっぱりホームアドバンテージとかそういうことも、まあ、ヨーロッパを見てるとないので、あとは時間がこう経過していくことによって、そのサポーターの後押しでもう一踏ん張りできるかっていうところができないとか、そういうの思いたくないけども、そうやって見えるシーンとかもヨーロッパではあるし、代表とかのウィークでも J1 はそのまま、まあ、J1 っていうか J はそのままやるので、例えば代表の選手を引っ張られたりした時に選手が変わったりとかすることもあるじゃない。だから本当に日常ではないので、これ読みづらいっていうか読めないですね。これじゃあその、まあ、解説者の方も今まではこうだったっていう当たり前がもう今シーズンはちょっと通用しない、なんだろうな、本当にこう自分の先入観だけでは絶対ダメだと思うし、その前の試合とかも実際に現場行って多分見ることができなくなりそうなんだよね。やっぱり人が多くなってはいけないので、だからどうやって情報を入れるかとか、いろいろ多分みんな今年は僕らも試行錯誤するんじゃないかなというふうには思うし、役回り的にも重要かなとは思ってる。キラちゃんもそうだと思うけど、伝える側としてもすごく難しいシーズンだろうなというふうには思うよね。でその今までの正解に当てはめて、だからこうでしょっていうその答えの導き出し方がちょっと違いますもんね。だから監督の采配がまず変わるからね。今までこうするのがサッカーのいわゆるセオリーみたいなことがちょっとまた通用しないところも、今年のセオリーみたいなものが生まれてくるかもしれない、ね、そう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 、うん、それは出てくるだろうね。だから逆に言えば面白いよね。なんかいつもと違う感じで、今までとはちょっと違う思考で見ると楽しめたりするのかもしれませんね。今までね、こう慎重に慎重に、あ、選手をコーダー押せなとかって言ってた人たちが、お早くねとかさ、もう3人だぜとかさ、そういうこともあるかもしれないもんね。あとあれ、この監督さんって守備的と思ってたけど、こんなこともできちゃうんだみたいな。うん、それはあると思うね。そういうのも、それはすごく面白いよ。だからなんかもちろん今までのシーズンとは違いますけど、なんか新しい発見がいっぱいありそうなシーズンですね。あると思う。だってゴールパフォーマンスだってみんなこう抱き合えないわけだから、めっちゃこうカメラに寄ってくる人とかいるかもしれないし。だからなんか一つ一つがこうちょっと面白いというか新鮮な部分、ちょっと見る方もそこも楽しんでいけばいいですよね。だから一試合一試合のその日の試合をどういうふうに楽しむかっていうようなサポーターの皆さんは捉え方をしてもらっていけばいいのかなとは思うけどね。もちろんそのシーズンの始まり方とかその経過の仕方は違いますが、やはりブンデスリーガでは終わってみればやっぱりバイエルンみたいな。いやいや本当めちゃ強い、やっぱりそれはあるね。だから J リーグでもこういろいろ言ってるけど、やっぱりあ ここが優勝しちゃうのかになるのか、そう全然違う形が出てくるのかね。ね、そこもちょっとこう、うん、楽しみにしたい。だからブンデスは
残り施設が少なかったでしょ、うんうんうん、だからずっとそれまでの貯金がちゃんと生きてて、うん、まあ、そこのモチベーションも上と下ではやっぱりあるじゃない、うん、でそれでやっぱりバイエルンだったかになるけど J はまだ2節目だからねJ3 は開幕だからねこれは分からないだろう。そのあたりも含めて、今シーズン楽しんでいきたいということで、たかしさん、まずは J1 のところは、こんな感じでございます、はい、ありがとうございます。楽しかったです。終わったから、全部終わったんじゃない J3 まで。まだこれからやりますけども、とりあえず今回はこのあたりで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いつも平田フットボールクラブご覧いただきありがとうございます。2018年に私本出しましたけども、今度、5月の23日に、新しい本を、発売することになりました。こちらでございます。平畑啓司 J リーグ56クラブ巡礼2020ということで、新しい本を出すことになりました。各クラブを紹介しながら、そのクラブに、まあ、関わる人にお話を伺って、それをもとに56クラブ分、物語いろいろ書いております。そして、今回はなんと、こちらガンバ大阪遠藤康人選手との特別対談も含まれているということなんで、選手にもお話聞きましたし、まあ、クラブのフロントの方、まあ、いる芝生管理されている方、リポーターされている方、いろいろ、いろんな方出てきますんで、ぜひちょっとまだサッカーいつ開幕するか分かりませんが、それを見て、サッカー気分を盛り上げていただきたいなと思いますんで、こちら平田啓司 J リーグ56クラブ巡礼2020、ぜひこちらお買い求めいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。